ニコ生の人とかツイキャスの人がみんな和道さんのこと嫌いみたいなんですけど、なんで嫌われてんの？いや、わかんない。直美さん、その嫌いって言ってる人に言って。うん。嫌いって言ってる人に言って。のんたんのツイート。うん。ああ。のんたん？もしもし？のんたん？のんたん？ダメ、首切ったら。ダメ。首切ったらダメだよ。今から会いに行くよ。どこいんの今？駐車場。俺の家の近くの駐車場？うん、そこにいて。すぐ行くから。待ってて。わかった？約束できる？うん。首切ったらダメ。そのまま待ってて。今すぐ行くから。わかった？わかった？うん。その場でいて。すぐ行くから。待ってて。ごめん、ちょっと落ちます。すいません。ちょっと落ちるわ。無事だった。大丈夫。ありがとう。聞こえる？音。無事だった。うん。ありがとう。いやー、みんなのコメント助かったわ。気づかなかった。全然。みんないらっしゃい。うん。とりあえず、この頸動脈のところバッサリいってるんだけど、運よく外したらしくて、うん。血は少しで止まってるから大丈夫。うん、今あったかいドリンク作ってます。ワド2、救急車は大丈夫だと思う。血少ししかついてないから、うん、まあいろいろあって、うん、ちょっと深めに切ってるけどね。でも止血はもう済んでるから、結構前に切ったっぽいね。うん、大丈夫です。多分大丈夫。音聞こえる？声聞こえる？聞こえます？大丈夫ですか？声は。聞こえるかな？うん、OK。うん。いや、Twitter ですぐ行けワードって教えてくれて。うん。すぐ行け、飛んでけって言って、リスナーさんが教えてくれて。うん。OK。うん。まあ、一安心しました。うん。ありがとう、あっすん。心配かけた。ごめん。うん、大丈夫。そう、のんたんにあったかい飲み物作ってくるから待ってて。ごめん。今作るわ。干し芋リスト自体は作ってるから、ちょっと待って。無事だった。ああ、ごめん、心配かけてみんな。推しもリスト自体を作ってるから、ちょっと待ってね。リストは非公開。リンクのついた。注文リストの設定、リンクをシェア。ちょっと待ってね。固定のリンク。ちょっと待ってね。これでリンク見れるかどうかちょっと見てみて。うん。いやいや、逆にみんながいてくれた方が落ち着くんだ。俺もパニックになっちゃうから。どう？これ見れる？見れたら教えて。見れる？一応、かくん、約束守んないとと思って作ってるよ。飛べた？見れる？日本国旗入ってた。日本国旗入ってた。うん。なんかね、かーくんが、日本国旗は俺からのプレゼントだからって言って。うん、かーくんありがとう。かーくんよろしくお願いします。この日本国旗でみんなのサイン入ってね。やりましょう。かーくんありがとう。ありがとう、みんな。入れた。うん。よろしく。かーくんが日本国旗は俺からのプレゼントだって言ってくれてさ。魔法瓶36持ってないっすね、魔法瓶は。でも、ほら、もう旅配信始まるから魔法瓶いらないよ。うん。もう荷物増えちゃうだけだから。うん。リンクのところに貼っておいて。あ、じゃあ、プロフィール欄に入れておくわ。ちょっと待って。プロフィールの一番下に入れとくね。欲しいものリスト。ちょっと待ってね。欲しいものリストでいやゴルゴ分かってる冷静にならせて分かってるから俺もテンパっちゃうから。うん。うん。無事でよかったよ。うん。分かってるよ、ゴルゴ。ありがとね。でも、今冷静にならせて。うん。テンパっちゃうから。うん、俺が一番どうしたらいいか分かんないから。普通にさせて。ごめんね。ありがとね。入れときました。プロフィール欄に入れときました。うん。ゴルゴありがとね。気持ち嬉しいから。分かってるから。うん。後ろにいるよ、のんた。のんた、今あったかいの作ってるけど、ポカリがいい？何飲みたい？何飲みたい？何でもいい？じゃあさ、俺が風邪の時に飲んださ、レモンのやつ作るから。温まるから。今これつけるから、あったかい。みんな心配してるよ。ADHD が出てる今こういうのがあるね。ほら置いてってくれたんだね。まただな。もうちょっと待ってて。さあ飲んだってよかったね。嬉しいね。ご飯食べたの？の食べた？何食べたの？パン？パン食べたの？これ灰皿、灰皿、石の灰皿かっこいいでしょ。もうこれはね17歳の頃に買ったから17歳の頃かな、16かそうやな、17だ、17ってことは3年10年14年ものだね14年使ってる灰皿だよね。そう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 、14年で石の灰皿で旅先で買ったんだけど、かっこいいでしょ。うん。ありがとう、かーくん。かっこいいでしょ。石でできてんの。昔のお金持ちで、これ1500円ぐらいだよ。うん、1500円。いや、物を大事にするんですよ。うん、大切に使ってるとね、物には魂宿るから。そう。旅先でね、買ったんですよ。石の灰皿で、こう模様が入ってるんですよ。石でできてて、削り出し、一本削り出し、うわ、気に入ってるアイテムですね。そうだ、のんたん、のんたん、のんたん、これ切ってよ、これ。のんたん、これ切って。これ。ねえ、ボサボサだから。これハサミで切ってよ。え？いや、見て、のんたん、ほら。噛んだ？噛んで切ってくれる？かっこいいでしょ。なんだ見てかっこいい。ファイナルファンタジーが出てるし、よいしょ。そうだね。さっき5500円とか言ってたから、もう5000円ぐらいじゃん。うん。もう5000円ぐらいだね。元気出てきたみたい。よかった。うん、のんちゃん、かっこよくない？かっこいいだろ。うん。トーマスさんいらっしゃい。あ、誰か状況解説してあげて。状況わかんない人に状況解説してあげてください。こんばんは、うるるさんいらっしゃい。楽しんでってください。ゼリーいらっしゃい。本当は動いた。あれここにいるよ。問題気になるな、放送。携帯で見ればいいじゃん。こっち来る？こっちおいで。カバン？うん、はい。旅はね、千葉から北海道を目指す。よいしょ。ください。はい。何ですか？暗いね。よいしょ。おつれも？薬？スマホ？の放送見る？充電しながらね、みんな心配してるからコメント打ちゃう。あ、花火ありがとう。よいしょ。いや、安心したよ。心臓止まるかと思った。なんだ、イヤホンつけてよ。イヤホン。ありがとう。ちょっと待ってて。今家に着いたばっかりだから。一緒に生きてこうって。一緒に生きてこうって。いや、もう風邪ひきましたよ、僕。一週間ずっとガラガラ声で、もうすごかったんですよ。もう風邪ひき終わりました、僕。治りましたよ。うん。やばいっすよね、冬の風は。この枠で決めろ。あとじゃあよ、あと9発花火ください。この枠で決める場合は、あと9発です。よろしく。うん、新しいフォロワーさん、ももこさんフォローありがとう。お腹やばい。ももこって飲んだんだからね、これ。飲んだこれ一回リセットしてフォローバックすると、あれだよ、ついてたポイント全部消えちゃうんだよ。うん、お腹やばい。なんか、のんたに手料理作ろうか。何がいいかな。なんか今スーパー行ってきてなんかあったかいもん作ってあげたいな。何食べたい？のんた。ももこさんフォローありがとう。のんた何食べたい？え？大丈夫？美味しいご飯食べよ。命はね、取り返しがつかないからね。飯雑雑炊か飯雑に見えた。雑炊か。命は帰ってこないよ。幕末で他見てたけど気分悪くなったから閉じたわ。え、何があったの？誰の枠見てたの？誰の枠見てた？ポトフ？あー、ポトフ作れないな、俺。作ったことないわ。そんなおしゃれなもんは作れないよ。湯豆腐ね。湯豆腐美味しいよね。ツバニャンが凸してた。へー。あ、そうなんだ。かくん、ハートプレゼントありがとう。白竹さん、花火ありがとう。白竹さんありがとう。1回、2回。ハートプレゼントありがとう。3回、4回、5回。いえ、あざーす。かくん、ありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。うるるさん、フォローありがとう。卵酒って、俺食べたことないな。美味しいの？なんだろう、卵酒って。食べたことない。ソーセージ、玉ねぎ、卵でコンソメスープ。いや、そんなおしゃれなの作れないよ。みんなそんなん作れんの？そうだね。腰は鍛えておかないとね。みんなすごいね。子供の頃そんなん食べなかったけどね。いやー、コンソメスープとか作ったことない。和食で味噌汁だけだったな。まあ、ばあちゃんがね、自炊しててくれてて、年寄りが作るもんだよな、基本的に。うちのご飯っていうのは。おばあちゃんの味だから。うどんが食べたい。お前自分の食べたいもん言ってるだけだろ、それ。違うでしょ。卵酒温まるけど好き嫌いが分かれる。あ、そうなんだ。あ、トイレ行ったか。首結構がっつりいってる。あれ、切り場所間違えてたら死んでたよ。みんなごめんね。いや、もう心臓バクバク。ここがっつりいってる。深く。ごめん、もう。平常心を保つには放送を開くしかなかったわ。ソーセージは焼肉食べた時と同じ量のエンドルフィン出るから幸せな気分になる。へー。病院は大丈夫だと思う。もう結構前に切ったらしくて。1時間ぐらい前。血は止まってるから。そんなに出て。大丈夫大丈夫。一緒にいるから。ありがとう、白竹さん。ちょっとしばらく付き合って、今日は。俺も心臓バクバクだ。バクバクだわ。いや、全然それはいいんだけど。全然。俺は、彼女病気のことも知ってるし。全然いいんだけど。あ、いってらっしゃい、あやか。いってらっしゃい。どうせ朝まで俺は仕事だから何時まででも付き合いますよ。ありがとう。ん？あ、来た。どうした？コロコロ？今は朝までかな、俺は。今日は朝まで。うん。花火ありがとう。ママ、ゆっくり行こうぜ、ゼリーさん。焦らないで、焦らないで。1回。ありがとう、ゼリーさん。2回。3回。4回。5回、ありがとう。まあまあ、焦らず行こうや。なあ。ありがとう。ああ、煮込みうどんいいかもね。鍋焼き。何がいいかね。のんたと美味しいもの食べたいね。うん。美味しいの食べたい、二人で。コンビニのうまいんだ。食べたことないな。うどんとかあんま食わないんだよね、俺。あんまり食わない。おでんか。あ、おでんいいかもね。でもおでんって難しいんでしょ、作るの。おでん結構難しいらしいよ。ちいちゃんいらっしゃい、ありがとう。楽しんでいってください。台本なんか俺の放送ないよ、ゼリーさん。ここの放送長くやってる人だったらわかるはず。俺の放送に台本なんかない。そういうくだらないことやんない、俺は。嫌いなの、台本が。てか、台本でそういうことできないよ。そんな器用じゃないし。おでん簡単っすか？なんか沸騰させちゃいけないんだよね。すごいゆっくり煮込まないといけないって言われてるから、結構大変なイメージがある。新しいフォロワーさん紹介します。白竹さん、うるるさん、フォローありがとう。いや、台本でないよ。本当に台本ない。イーブさん、花火ありがとう。おー、いよいよだな。いよいよだな。1回、2回、あと6発か。3回、4回、5回、あと6発か。あー。食べ物の話聞くとお腹すく？うん、飯テロだよね。大根アク抜きしておでんの素入れるだけ。あ、そんな簡単なんだ。作ってみようかな。ねえ、おでん作るのあれかもね。ためになったら、5発いったら、何ためになったらって。ためにってどういうこと？ためになったら、ゆで卵をたくさん作らないとすぐなくなる。ゆで卵美味しいよね。ゆで卵大好き、おでんの。あとなんだろうな、おでんの具、意外と厚揚げとか好きだけどね。平天わかんない。聞いてためになったら。いや、どうだろうね。ためになる放送できるかどうかわからんけど。まあ、頑張りますよ。だし巻きはんぺん。はんぺん俺あんま苦手かもしんない。なんかはんぺんって味が染み込まないイメージがあるんだよ。味がね、染み込まないイメージがある。いや、どんな話題でも全然ゼリーさん答えますよ、僕は。あー、牛すじゃうまい。牛すじゃうまい。え、だし巻きってなんだろう。あと、ちくわぶだっけ。そう。お湯できたから、ドリンク作ってくるわ。首は動くの？ちゃんと。放送見てるって。携帯で放送見てるよ。コンビニ便利だよな。スコトーマあたりの技術の話。あー、盲点とか、自己啓発系の話か。まあ、全然いいよ。うん。食べたくなってきた。巾着最高っすよね。シューマイっておでんの具じゃないでしょ。スコトーマは盲点の話ですかね。そうっすね。まあだから、その、ルータイスさんが、その心理学用語を手に、まあそれ、苫米地秀人の本読んだらわかると思うけどね。ハルピ君いらっしゃい。楽しんでってください。まあどの辺が気になるかっていうと、例えばまあ、視覚的に盲点っていうのがあるんだけど、俺はこの辺盲点なんですよ。まずこの辺が見えてない域なのね。っていうように、現実世界には見えてない視点があると。それをスコトーマっていう元々の用語があるんだけど、そう、それを心理学の用語に、じゃあみんな試してみる？すべての理屈が一つにならない。例えばじゃあ、ゼリーさんやってみようか。いいよ。心理学的に、その体験、俺がセミナーやってた時は、体験が一番大事だって言ってたんだけど、じゃあ今から1分間時間をあげますので、1分間の中で部屋の中を全部記憶してください。うん。OK ですか？はるぴくんいらっしゃい。楽しんでってね。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。今から用意スタートって言ったら部屋の中を全部記憶してください。いきますよ。うん。いきますよ。用意スタート。今から1分間部屋の中を全部記憶してください。部屋の中の隅々を確認してください。今からスコトーマっていうのが何なのかっていう、盲点が何なのかを話そうと思います。1分間部屋の中ぐるぐる見て記憶してください。自分の部屋だよ。俺の部屋じゃないよ。自分の部屋を確認すんだよ。あ、宮高さんありがとうございます。フォロー。ありがとうございます。はい、ストップ。はい、部屋の中見ないでください。パソコン画面かスマホ画面だけ見てください。他の部屋、答え合わせは絶対しないこと。今から言うことをコメントに書いてください、皆さん。ブルー、青い色のものは何個あったか、記憶だけで書いてください。青。記憶だけで書いてみて。自分の部屋の中に青い色をしたものが何個あったか記憶だけで全員書いてください。301。覚えといて。301。ハンガー2本の2。OK、みんな書いて。みんな書いて。ギュアス1。つみきちゃんは1個。記憶で書いて。今、こう、頭の中で記憶で書くの。いくよ。じゃあみんな書いた？じゃあいきますよ。部屋を今度見回してください。人、全部見回して何個あったか今度書いてみて。元の数は3って書いた人は3から3と5とか書いて。元の数字で3って言って人は3、0の人は0と何って言って。記憶で辿った数字と実際の数字を2つ書いてください。実際の数字と記憶の数字2つ書いてください。で、記憶の数字っていうのは頭に0と何って書いて。一番最初に書いたコメント2と3とか。最初に書いてください。1と1。3と4。2と3。はるぴくんね、もう一回見てごらん。もう一回青いものを見てごらん。絶対あるから。増えるはずなんだ。スコトーマ的に言うと増えるはず。で、絶対増えるはずなんだよ。これが心理学的におけるスコトーマの原理。これが実用編。0と0。これ人間は、その現実世界の情報量っていうのをうまく把握できないのよ。だから人間何が言いたいかっていうと、青を探すって、青ってマインドセットだと見えるんだけれども、青っていう認識がないと膨大な情報量すぎて部屋の中を記憶できないの。だから増える人が多いんですよ。これがスコトーマの原理。要は現実世界を生きてるようで、実はマインドセットが入ってないと、盲点になる。見えない物質が出てくるの。うん。これがスコトーマ。簡単に言うと。だから、成功でも、まあ何でもそうなんだけど、今、たまたま今、青っていうもので例えたけれども、これが青じゃなくて、実は成功って身近なところに転がってるんですよって成功者はよく言うじゃん。ビジネスチャンスは身近なところに転がってるっていうのをホリエモンも言ってるんだけど、それをマインドセットしておかないと気づけないっていうこと。これが成功法則におけるスコトーマー原理だね。OK。うん。わかった？ゼリーさん。要は、お腹が減ってる時しか食い物が見えないっていう原理。猫にドッグフードを与えても餌として認識できないの。ただの物質にしか過ぎない。キャットフードにドッグフードは売れないっていう。営業マンはこれをやっちゃうっていう。営業マンは売れないものを売るんじゃなくて、売れるニーズがあるところに売るだけなの。それができない。だから絶対に買わない人に対してプレゼンテーションを売ってるからダメな営業マンは嫌われるっていう。ネットワークビジネスでは嫌われる原理だ。うん。何年か前の和道さんもそんなことドヤ顔で言ってましたよね。なんか言ってたっけ俺。うん。ちいさんいらっしゃい。あ、ちいさんバーガーありがとう。いらっしゃいじゃなかったね。これがスコトーマだね。簡単に言うと。うん。いや、心理的盲点のことだね。バーガープレゼントありがとう。あの写真懐かしいね。初見さん、愛さん、ありがとう、コメント。もし楽しかったらフォローしていってください。和道です。コメントありがとう。おー、ピクルスありがとう。ピクルスさんありがとう。来たー、花火。今5発目だから、あと5発でプロになります。1回。ありがとね、ピクルス。2回。3回。4回。5回、ういえ。あ、ジョハリの窓？あ、俺心理学はわかんないです。ごめんなさい。心理学はわかんないです。うん。花火来たらスクワットしますね。なんでか知らないけど、スクワットしますね。はい、うん。この枠ではね、花火一発につきスクワット5回っていう、最高記録170回ぐらいやりましたね。一枠で。うん。よいしょ。落ち着いたかな？うん。ちょいちょい潜って見てます。あ、みーさんコメントありがとう。うん、面白かったらフォローして。うん、ありがとうね。一緒に旅するメンバーを募集してますんで。インターネットで疑似体験してください。認知的不調和とホメオタシスの、間にゲシュタルトが崩れるのを防ぐためという解説を教えてください。ハイパーラポーについて。あー、ゲシュタルト崩壊とかね。ちょっと待って。ちょっとトイレ行ってくる。おいしい？おいしいのかな？ホメオスタシス同調効果とか、ホメオスタシスっていうのが何なのか、まず解説した方がいいかな。あ、俺はタバコを吸い続けますね。うん。ホメオスタシスっていうのが何なのかわかるかな。恒常性維持機能っていうんだけど、その辺の解説が、どうなんだろう、概念。そうそう、恒常性維持機能。で、これが一体何なのかはわかる。恒常性維持機能っていう、ホメオスタシスっていうのは。その一般的におけるホメオスタシスっていうのがどういう役割をするのかわかるか、なんだよ。うん、そうそう、まあ、体温とかもそうだし、心理的にもそのホメオスタシスっていうのがあるんだよね。まあ、例えば、まあ、体温にも恒常性、あ、ちょっと待って、新しいフォロワーさん紹介しよう。新しいフォロワーさん紹介します。はるぴくん、フォローありがとう。全くわからん。例えば、人間っていうのはホメオスタシスっていう恒常性維持機能って呼ばれてるものを持ってるの。潜在的に。まずこれは心理学の用語ではなくて、その体の機能として持ってるの。例えば人間の体温っていうのは、まあ、36度から30、まあ、35、6ぐらいでしょ。平均。で、熱が出るとか、なぜ熱が出るのか、なぜ体温が下がったら発汗しようとするのかっていう。要はなぜ服を着るのかっていう話なんだけど、なぜ暖房をつけるのか。要は自分にとって心地のいい状態を維持しようとする。生命活動っていうのは、自分が生きていくために、自分が心地よいと思うものをずっと維持しようっていう風にあるんですよ。自律神経とか副交感神経とかもそうなんだけれども、まあ、なんていうのかな。今の自分をキープしようっていう動きがあるの。例えば、寒いと感じたらエアコンつけるし、服着るでしょ。あと、体動かしたり、体がブルブル震えるのを運動に、そう。それが心理的に言うと、コンフォートゾーンって言って、心地のいい空間っていうのを持ってるの。例えば、その、女性はコンフォートゾーンが狭くて、男性は、その、コンフォートゾーンが広いから、女性の方がボディタッチが多くなると。でも男性っていうのは、その、動物的な本能っていうのを持ってるから、その、距離が近くなると喧嘩になるのね。だから喧嘩の時ってこうやって顔ここで合わせるのは、あれは、要は威嚇になるでしょ。あれは、要は他人の領域に踏み込んで威嚇をするっていう、心理学的に言うとそうなるのよ。で、その、ホメオスタシスっていうのとコンフォートゾーンっていうのは概念がまた違うんだけど、似てるんだけど、ホメオスタシスっていうのは、今の自分を、生命活動っていうのはループだから、今の安全を取り続けよう。自分が心地よい空間を取り続けようっていうのが、ホメオスタシスなんだよ。うん。そら概念とラスのシステムがどう関係するのかわかんない。ラスのシステムっていう、そのシステムがどう、あー、オッケーオッケー。で、まず、恒常性維持機能っていうのは全ての生命が持ってるわけよ。まず、概念として。で、コンフォートゾーンっていうのは、それを心理学に応用する考え方なんだけど、例えば、自分の年収が、俺で言ったらじゃあ、月収15万円だよ。月収15万円の人が行かない店ってあるんですよ。例えば、キャバクラ。うん。一杯5000円かかるわけ、1時間。まず行かないよね。多分、遊ぼうって考えた時に1000円のカラオケとか、1000円で遊べるものとかにするわけだ。でも、お金を持ってる人っていうのは、コンフォートゾーンが100万円のコンフォートゾーンだから、お金かかる遊びができるわけ。例えば、ブランドショップとかに行けるわけだ。だから、要は、コンフォートゾーンを心理的にずらすと成功ができる。要は、マインドセットできるっていうのは、面白いことに、R の揺らぎとか言うんだけど、人間の心理の方が現実を凌駕することってあるの。それって意味わかる？それコンフォートゾーンずらすとか言うんだけど、人間が、その、現実の方がリアリティがあるって考えてるのは、これ根本的な間違いなのね。それは、オカルト的な話を言ってるんじゃなくて、実は俺らが認識してる世界っていうのは現実とは違うんだよっていう話。例えば現実は青が3個ある世界なのに青を1個しか認識できなかったわけだ。で、青をもっとあるよっていうことを言って初めて、青の数数えてごらんって言って初めて青を的確に捉えられるわけ。でも、青のこと考えてた時、赤の色見えてないのがわかる？みんな。要は青っていう認識をしたら赤がスコトーマになっちゃうの。でしょ？青って探してた時黒見てなかったでしょ、みんな。そう。これが、また盲点を生み出すの。要は、フォーカスを合わせると他がぼやけるっていうのと全く一緒。それを、その心理的に応用していって成功哲学に応用したっていう話のコンフォートゾーンとかの概念なんだけど。うん。だから結局人間でいうのはフォーカスした方向にしか進まないってこと。うん。青を探すっていう目的の時に黒が見えなくなるっていう感じ。新しいフォロワーさん紹介します。はるぴくん、フォローありがとう。うん。だから結局自分が思い描いた自分にしかなり得ないっていうことを言ってんの。うん。だから意識の高い人っていうのは、なんていうの、それを諦めない限り絶対達成するっていう。ただ時間がかかるだけ。うん。だから一流のプロアスリートっていうのは意識が高いっていう。うん。ラスっていうのはそのシステムってことね。そのって今訂正入ったでしょ。概念とそのシステムがどう関係するのかわからないっていう。ラスっていうのは誤字。うんうん、そのシステムがっていうの。訂正入ってるでしょ。ゼリーさんが。うん、だから簡単に言うと、もともと人間が持ってる機能っていうのをうまく利用してっていうこと。ややこしいな。概念は何個あるんですか？ラスト。ラストってなんだろう？スコトーマーセット。ラストって何？うん、いや、シンプルだよ。要は概念を増やさなくていいのよ。覚えることは簡単。思考は現実化するっていうことを言ってるだけ。苫米地秀人は。簡単に言うとそう。ただその裏付けの説明として、恒常性維持機能。ラスがわかんない、俺は。ラスがわかんない。恒常性維持機能とかホメオスタシスがあるっていう補足説明なんだよ。簡単に言うと、思考は現実化しますよっていうことを言ってるだけ。苫米地秀人は。ただ悪いことも同じですよっていう、引き寄せの法則を言ってるだけだよ。それを肉付けしてる感じ。ラスっていうのが何なのかわかんないな、俺は。うん、コンフォートゾーンっていうのは心地いい空間ね。自分らしく荒れる空間。普段コーヒー飲む人はコーヒー飲むんだよ。で、紅茶になると居心地が悪くなるの。うん、だから、自分が年収15万なのに100万円の人がいると100万円を引きずり下ろそうとするの。そう、簡単に言うと勘違いした方がいいですよっていうこと。勘違いを。苫米地秀人が言ってるのは、財布の中に1万円しか入ってないと。それでも、高級な1万円のカクテル飲み行って、会計の時に騒げって言ってんの。誰かが俺の200万盗んだって言って、警察呼んでくれって。そこまで勘違いしたら絶対に成功するっていう。うん、そこも、逆に言ったらそこまで勘違いできて思い込み？要は、統合失調症状態みたいに、現実よりもイメージの世界が臨場感が上がると、成功するっていう。俺はだから1万円破れっていう本読んだ時1万円目の前で破ったよ。うん。そう、ただの紙だこんなもんつってビリビリ破いたよ。でもそれができないんだよ。要は1万円に価値を信じちゃってる人がいるから。うん。1万円破けない。俺放送でよく1万円とか1000円札とか破きまくってたよ。でもそれができないんだよ。うん。そう。ただの紙なんだよ。うん。そう。だから思い込みなんだよ、紙幣っていうのは。信用創造っていうんだけど。うん、お金もったいなくてできない。うん、まあ、金をね、破れっていうのは極端な例かもしれないけど。うん、だから、結局、思い込みに縛られてるよっていうことを苫米地秀人は言ってんだよね、うんうん。そこでビットコインの話。俺ビットコイン否定派だからな。うん、っていうか、資本主義自体があんまり好きじゃないから、うん、ビットコインの仕掛け人何人も会ってるよ。もともとビットコイン自体を日本に持ってきた人と会話して食事したことあるけど、なんだっけな、200億ぐらいかけてんだよね。270億かかったとか言ってるよ。ありがとうゼリーさん。そう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 。後ろにいるのは、ロンタンですね。ありがとう。あありがとうゼリーさん。でもはっきり言うけど、成功法則とかはなんだろうな、本当に実践しないと意味ないよ。本読んで成功した気になってるよりも実践の方がはるかにいいと思ってる。よいしょ。ありがとうゼリーさん、ありがとう。そうそう、自閉症の子、あとね、自閉症の子って、9割が今を幸せだって認識してんだよね。だから自閉症の子の方が進化してるんじゃないかっていう、面白い統計があったよ。2、3のまとめに載ってたね。俺がやってたのは、俺がコーチングしてた頃っていうのは、もっと本格的にやってた。要は体感。ブッダと同じで悟りを。要は理論が分かってもやり方分かんないんだよ。だから目の前で体感するまでやってた。うん。要は目の前で売り上げ上げてた。うん、ダウン症だっけ？あ、ダウン症だ、それ。ヨンヨンありがとう。その技を教えてくれ。スタンドアップゲームってやってたね。俺は。それ軍隊が採用してたやつなんだけど、洗脳技法なんだけど、スタンドアップゲームとかやってた。うん、でも、コーチングってほら、距離があるからできないよ。俺にスカイプ電話かけてくれんならできるよ。うん、でも、はっきり言って宗教だって思うよ。旗から見たらバカにされるよ。俺がやってるコーチング。すげえ本格的なやつよ。ソ連がやってたやつだから。うん、要は言葉だけで人を操るっていう技術なんだけど。うん、手も一切触れないで、言葉だけで人を思うままに操るっていう。飲んだんですね。友口理論のコーチングとは別だね。うん。別。あ、ワイリーいらっしゃい。どうもどうも。ワドツです。昔はそれで金取ってたからね。うん。言葉で伝えるんじゃなくて体感だから、やらないもん。うん。目の前でやらないと意味がないのよ。だから、知識じゃなくて、やるっていう。体感。全然、ノウハウはあるよ。最近やってないけどね。もうここ3年ぐらいやってないけど。企業研修とか受け負った時はよくやってた。うん。はい、ひなちゃんいらっしゃい。のんたん彼女だね。うん。体で覚える。そう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 。体で、あ、こういうことなんだっていう。それで今でも食えるじゃん。まあ、ぶっちゃけカムバック望んでる人いるけど、俺配信やりたいんだ。うん。配信で食ってきたいんだよ。だから自分自身が成功しないと意味ないから。うん。自分で使ってるよ、それを。毎日毎日。ただもう、涙止まんなくなるよ、多分。俺のティーチングは。あ、松岡修造的な感じだよ、旗から見たら。うん。超やばいカルトみたいになるよ。うん、簡単に言うと、言語を縛って、立ちなさいっていう言葉だけしか使っちゃいけないの。で、1分間で何人立たせられるか。で、3、40人いる中で全員立つまで無限に続くっていうゲーム。スタンドアップゲームっていう。その軍隊で採用されてた洗脳の理論なんだけど、要は言葉を立ちなさいっていう言葉だけで全員立たせる。うん。うん。窓から見て生主塾はどうやったの？ああ、まあ勉強になったけど、まああれは企画だからね。うん、要は人の心を言語じゃなくて気持ちだけで動かすっていう訓練だね、それは。うん、それ覚えたらもう無敵ですよ。うん、魔法が使えるのと一緒だからね。言語の壁を越えるわけだから。あとまあ、成功法則でよく言われてるのは、要求しない限り、降ってこない。欲しいって言って初めて、意思を伝えて初めて帰ってくるんだよ。非言語の操り方と変性意識の話を聞きたい。変性意識っていうのは、まあ、トランスって言葉なんだけど、よく音楽とかでトランスとか、瞑想する人とかトランス状態とか、あと、FF の用語でもあるのかな？トランスっていうモードがあると思うけど、要はシャーマンがこ神様と会話できる統合失調症状態。音楽ガン決まりとか薬でガン決まりでもうブリブリな状態みたいなことをトランスって言うんだけど、それが変性意識。集団催眠もそれに当てはまるの。まあ、それに近いものがあって、それはその、ストックホルム症候群とか代表されるんだけど、ハイパーラポール現象とかさっき出てたやつだね。それは。うん。集団催眠にもいろんな研究が進んでる。ヒトラーとかそういうのに長けてたのかな。あ、まあまあ、心理学はバリバリ使ってるだろうね。うん。非言語の操り方っていうのは体感じゃないと無理だと思うよ。いくら言葉で説明しても無理。例えば、これ、言語の限界っていう話なんだけど、どうしようかな。一個のリンゴがあります。真っ赤です。ここに枝がついてます。ちょっと甘酸っぱいです。で、これは、今年取れた一番いいと言われてるリンゴです。永遠と語れるでしょ。詳細を、ディティールを語ってるだけでしょ。でも、ぶっちゃけた話、握って食ったら終わりなんだよ。そしたら全情報が入るの。だから言語っていうのは実は、人間って言語に縛られてるけど、すごい狭い情報量なの。だけど、リンゴを触って、肌触り、食感、色合い、形、味覚、香り、すっごい情報量が詰まってるの。だからリアルには勝てないって。うん。わかる。だから体感しないと意味ないよっていう。そう、言葉だけ。だから本とかって安いんだよ。だって講演会とか高いでしょ、値段は。実践的だからなんだよ。例えば、俺の情報を今見てるわけだ。で、ブログよりも情報量、文字よりも映像がついてるから情報量多いわけだ。音声も入ってるから情報量多いでしょ。だけど、これも情報で、ここまでしか映ってないんだよ。ここまでしか映ってない。後ろにノンタンいるし、香りもあるし、タバコの匂いもあるし、実際俺に触れ合ったらもっと情報量が膨大になるわけよ。うん、だから、あった方が情報量、経験したこと、体感したことの情報量には勝てない、人間は。うん、テレビは情報量多いけどね、生放送とか。うん、ワドさん、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートの主人公に似てる。機械、あれ見たかな？ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。見たかもしんない。覚えてないけど。なんか、あれだよね。証券会社の話だよね、確か。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートって。なんか、のし上がってく、刑務所から出てのし上がってく話じゃなかったっけ？うん。確かそんな感じだったような記憶があるけど。あ、見てないわ。デカプリオの方か。なんだっけ、俺が言ってんのなんだろう。別の映画だな。ハッタリ野郎か。嘘つきの野郎ね。うん、まあまあ、でも成功するってそういうことだよ。例えば日本人ってロバート清崎すっごい信仰してるじゃん。ロバート清崎ってもうバレてるんだけど、あれ嘘だったって知ってる？だから、結局そういうことなんだよ。日本人って成功法則本とか好きで、みんなドヤ顔で売れてるときは、いやー、ロバート清崎の、ね、ESBI クワドラントっていうのがあってねって言ってるけど、ロバート清崎不動産投資一回もしたことないんだよ。うん。知らなかったでしょ。で、金持ちお父さん、貧乏お父さんっていないっていうのは証明されてんだよ。うん。あ、話に説得力ある。それはリアリティがあるから。うん。リアリティがないものっていうのは説得力を生まないの。嘘をつくときっていうのは、絵が浮かばないのよ。人間でイメージを、体感したことはイメージが浮かぶでしょ。あとイメージっていうのはポンポン言葉が出てくるの。だけど、宇宙人ってね、何色って聞かれたとき、赤とか、要は、絵が浮かんでないから嘘をつくときに間ができんのよ。でも、実際体験したこととか、実際感じたことっていうのは、おっぱいってすんげー柔らかいんだよ。こう、ふっくらしてて、いや、何って言っても、お尻よりもこう柔らかくてね、ってこう、リアリティがあるのよ。でも、童貞はこれを言えないの。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。